1961年の F1 世界選手権1961年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第12回大会である。1961年5月14日にモナコで開幕し、10月8日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全8戦で争われた。フェラーリのフィルヒルが ドライバーズタイトルを獲得したが、チームメイトのボルフガング・フォントリップスは、イタリアグランプリで自己死した。フェラーリは、初のコンストラクターズタイトルを獲得した。1.5リッターカーで、タイトルが争われた、初年度は、周到な準備を行っていたフェラーリに支配された。時代遅れと化していたロータスを狩るスターリングモスのみが、フェラーリのパワーを総裁する2つのサーキットで、 勝利することができた。フェラーリのジャンカルロ・バゲッティは自身のデビュー戦であるフランスグランプリで勝利し最初の F1 世界選手権勝者であるジュゼッペ・ファリーナを除いてデビュー戦で優勝した唯一のドライバーとなった。バゲッティはノンタイトル戦の白草とナポリでも優勝したがフランスグランプリが唯一の世界選手権での勝利であった。シリーズは フィル・ヒルとボルフガング・フォントリップスの間で争われたが、フォントリップスは、モンツァで、ジム・クラークと接触、14名の観客を巻き込み実行死した。ヒルはタイトルを獲得し、初のアメリカ人チャンピオンとなった。ルールの変更と、アメリカグランプリの開催により、インディ500は選手権から外れることとなった。優勝者に与えられるポイントは9ポイントへと増加した。 ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられた。ベスト5000がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。ありがとうございます。